はい、コタパパアウトドアチャンネル、お父ちゃんです。佐伯です。はい、ということで今は今日何日だっけ、8月の15日。本当でしたらよみうりランドのプールで遊ぶ予定でした。ところが今日は一日中雨。まだ雨降ってます。ということで急遽予定を変更し、今向かっているのが箱根です。箱根にある、小涌園ユネッサという温泉プールですね。温泉プール、雨でも OK なんで、そこに変更しました。チケットも買ってます、しかし今小田厚、もう間もなく箱根というところで、5キロ手前、渋滞にはまってます。なんで渋滞やねんっていう感じですね。ね、あちこちなんか雨で通行止めになってるみたいで、その影響で箱根口の小田厚の箱根口が渋滞してます。残念ながら今5キロの渋滞のやって入り口に入ったぐらいかな。これからさらに渋滞が止まる感じだね。で、3時から入園ができるんですが、今現在2時33分、間に合いそうになります、まあまあこれはしょうがないということで、今日は小涌園のユネッサという温泉プールですね、そこに行きたいと思います。はい、まあ完全予約制ということで人数制限してるみたいなんで、まあ感染対策もバッチリされてるという情報も出ています。はい、まあ感染には十分気をつけて行きましょう。はい、じゃああともうちょっとで到着ですが、渋滞にハマってますということで行きますよ。はい、レッツラゴー。はい、渡って早速写真撮る。いやいやいや、コタパパアウトドアチャンネル、お父ちゃんです。ここです。佐伯です。はい、はい、やっほ。はい、急遽箱根のユネッサン行く予定だったんですけど、あ、錦鯉、おわそが綺麗じ、あれ人面魚、人面魚、あの赤いやつの隣、あ、あのなんかちょっと汚れてるやつ、人面魚がいます。はい、じゃあ来る。キモい。すごい数がいます、ということで急遽小涌園のユネッサンに行く、ユネッサンスとかに行く予定だったんですけど、高速道路が、高速道路小田厚岸大渋滞、もう箱根にたどり着けません。諦めました。6時ぐらいだと思った。で、3時から入る予定だったのが、もう多分到着する頃にはもう5時6時ぐらいになってると思うんで、全く意味がありません、それでキャンセルしました。はい、お金も返金できるということですので、ラッキーでした。ラッキー。で、急遽小田原に移動して、今どこに向かってるかというと小田原城です。城に全くお父ちゃんは興味ないんですが、まあコータがちょっと見たいということで、小田原城にやってまいりました。誰もいません。さあ、写真撮ろう。 お父ちゃんも初めて来るんだけど、よいしょ、はい、常盤銀、うわ、なんかすごいね、重厚感あるね、重厚感ありますね。今お城の真下に来てるんだけど、結構な迫力ですね。結構迫力あるよ。いいじゃない。
網みたいなところあるじゃん。網戸？あ、なんかあるあ、はいはいはい、あ、あるね、あるね。小田原の景色見れるの？この木やばいね。これなんか、なんかの木って書いてない？ほらあるじゃん。ほら、小田原城跡の犬巻だって。天然記念物だって、天然温泉コロナの湯、なんか小田原にある日帰り温泉スーパー銭湯に行ってみたいと思います。これが悪い。はい、小田原のコロナワールドに潜入します。コロナ パチンコ屋にゲーセンで温泉あんの本当に。あ、映画館もあんだね。照明するものない。天然温泉コロナの湯にやってまいりました。はい、というわけで今帰ってまいりました。参りました。当初の予定は、はい、今日はお父ちゃんお仕事お休みなんで、みんなで読売ランドにプールに行こうと言ってました。おうおうおう、ね、ところが、うん、昨日おとといからずっと雨で、今日も雨、気温も低い、うん、いやプールどこじゃないんで中止中止で、じゃあどうしようかって考えて、うん、箱根の小涌園にある、うん、ユネッサンっていう温泉プールがあります、はい、じゃあそこだったら行けるんじゃないかということで、3時からの入場できるチケットを買ってました、はい、でそれに合わせて渋滞情報を調べて、あ、じゃあ全然1時半の出発で間に合うねということで、うん、1時半に家出ましたよね、うん、そしたら大渋滞、小田津が箱根口で大渋滞、うん、でその原因はあっちこっちで入れ替え、あっちこっちでね通行止めになったんですよ。で唯一出れたのがそこと小田原口、うん、それで大渋滞、もう全然動かない、これはもう時間間に合わないね、もうキャンセルするしかない、電話したら返金もしてくれるということで返金してもらっての、キャンセル、はい、じゃあどうしよう、じゃあどうしようということで小田原で降りて、小田原ね、ちょっと作戦会議して、ちょっとね、で小田原城、小田原城ね、改めて見に行きました。一回も行ったことないんで、へえ、私一回見たことない、見たことはあるけど行ったことはない、へえ、そう、うん、で小田原城を見て、うん、で小田原温泉コロナの湯、コロナの湯あれちょっと笑った、うん、小田原温泉コロナの湯というのがあったんで、はい、行ってみました。まあいわゆるスーパー銭湯です。スーパー銭湯、はい、だでも温泉ですよちゃんと。おね、そこでご飯を食べて温泉に入って、はい、8時閉店だったんで、はい、8時閉店で出て、で横浜に戻ってきました。戻ってきました。ちょうど1時間、ちょうど1時間で帰ってくれました。めっちゃ早い、帰りは1時間で帰ってくれて、うん、行きはとんでもない時間かかって、うん、行きはもう1時間半、いやいやいや、もっとかかって途中で降りたんだから、確かに動かなくてということで、いいんだか悪いんだかよく分かんなかったけど、まあ、ありだね、ありだね、はい、ということでこれからハーゲンダッツを食べて、動画撮る、動画撮る、撮なのゲーム、ゲームいいよ、フォートナイト、うん、フォートナイト撮る、撮りたい、うん、じゃあこれからフォートナイトの実況、ゲーム実況のね動画撮りますんで、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。おつー。